3月16日、県立水戸商業高校体育館にて、目指せ日本一プログラム自己啓発コーチング講演会が開催されました。講師として訪れたのは、水戸出身の田向選手と19歳の宮市選手。リフティング対決やドリブルリレー対決を交えて、プロのサッカー選手を目の当たりにした生徒たちは大盛り上がり。生徒たちがプロ選手に聞きたいことはたくさんあります。2人は生徒たちの質問にどのように答えたのでしょうか。やっぱりサッカーは小さい頃からずっとやってて、やっぱり初めて J リーグの試合見て、やっぱり自分もこの舞台に立ちたいなって思ったのがやっぱり一番のきっかけで、やっぱり大学で、水戸ホーリーホークの方に声かけていただいて、やっぱ自分の地元である水戸で頑張りたいなって気持ちがすごいあったので、そこですぐに水戸ホーリーホークに入団するということを決めました。僕は4歳からサッカー始めて、で5歳の時に名古屋のチームのプロの試合を見て、こういう舞台でやりたいなっていうふうに思って、ずっとプロサッカー選手になりたいと思いながらずっとやってきましたし、そのためでもちろん努力もしましたし、そういうのがあって今ここにいるのかなというふうに思います。サッカーのプロとして集中力を鍛えるのメンタルトレーニングはどのようなものになっているのか。僕の場合はやっぱ YouTube とかでいろんなサッカー選手のプレーを見て、それを自分自身でやってる風な感じにイメージして試合で臨んでます。プロのサッカー選手として結果に対してどんなことを考えながらプレーしていますか。試合見に来てくれるサポーターにはもちろん勝つ試合を見せたいですし、全ての試合が勝てるわけではないですけど、そのたとえ勝てなくても、自分たちがこう汚いプレーだとかそういうプレーをするんではなくて、すがすがしいような自分たちが泥臭く戦ってるっていうところを、一番見せたいなと思ってやってるんで、そういうところはぜひみんなにも見てほしいなというふうに思います。シーズン中と僕の練習トレーニングの違いって特にどんな違いがありますか。このチームですだとやっぱオフのオフシーズンは試合がないので、いかに体をいじめるかだと思っていて、本当にこのチーム高校生ぐらい走ります。でそれをいかに耐えて鍛えていくかっていうのがすごい大事だと思いますし、でシーズン中やっぱり1週間に1度大事なゲームがあるので、そこで体をいじめていては試合には影響が出てしまうので、そういうところは本当にコンディションを整えながら、しっかり連携とかそういうところを練習でやっています。プロのサッカー選手として食事の面で気を使っているところがあったら教えてください。僕もバランスよく食べているんですけど、朝昼晩ってどれも食事大事だと思うんですけど、一番大事だっていうのが朝食で、やっぱ朝ってみんな寝起きで食欲もないので、やっぱみんなすごい食べる人もいれば食べない人もいると思うんですけど、朝しっかり食べれば元気づけるというか、体重もそんな減らないですし、本当に朝しっかりご飯と味噌汁と野菜とかしっかりとって一日過ごすっていうのがすごい大事だと思います。プロのサッカー選手にはどれくらいの年齢があるのでしょうか。それから僕の日はどんな風に過ごしているか教えてください。僕たちも、基本的には週末 J リーグがあって、その後トレーニングをして休みになるんですけど、だから基本的には週に1回の休みなんですけど、すごいダラダラして過ごしてしまう日もありますし、それは日によって自分の疲労度とかにもよって違うんですけど、自分はやっぱ一番リフレッシュできるっていうか、そういうのは結構こうみんなで遊びに行ったりとかするのがやっぱ一番リフレッシュになるんで、最近は結構チームのみんなでボウリング行ったりだとかするんですけど、個人個人やっぱみんなリフレッシュ方法とか違うと思うんですけど、そういうところは休みを有効に使ってまた次頑張れるっていう日にしてほしいなというふうに思います。今ボウリングって言いましたけど、僕も今田向君とボウリングやってるんですけど、そのオフ前は基本僕はそういう先輩たちとボウリングとかそういうのでリフレッシュして、で僕オフの日は
昼ぐらいまでずっと寝ていて、で午後からあの活動しに、もう午後から次の日練習なので、あの切り替えてあの温泉とかそういうところに行って僕は過ごしています。サッカー練習も必要な時はあるんですけど、そういう時はどうやってもいいですか？スポーツやってる人もみんなそうだと思うんですけど、やっぱり調子が悪い時って絶対に誰しもあると思うんですけど、まあ、そういう時ってまあやっぱり本当に落ち込んだりするしネガティブになるんですけど、まあ、そういう中でも、まあ、自分のやるべきことをしっかり継続してやってると、いつか絶対チャンスが来るっていうことを信じてやるっていうのがやっぱ一番大事だと思うんで、まあ、そういうところはやっぱ継続力がやっぱ一番大事かなというふうに思います。僕は不調の時は、あの一応兄が一応サッカー選手やっているので、そういう兄とかに相談しました、正直と。でいろいろアドバイスとかもらったりして、まあ、仲間にはそういうの言いづらいというか、そういうのあるので、やっぱ家族ってやっぱ本音で言ってくれるので、やっぱそういうのすごいありがたいなと思います。私たち今回は全国大会の優勝者と同じで日々練習しています。この大学の人たちも全国優勝というのを目指していると思うんですが、日々その全国大会優勝というのに向けてできることを教えてください。まあ、よくホーリーホックの監督も言ってるんですけど、やっぱり弱いチームだとか、そういう下のチームは上手いチームも努力しなきゃ絶対に勝てないっていうのはよく言ってるんですけど、やっぱりそういう自分たちよりも上のレベルのチームに勝つには、やっぱりそのチームよりも多くトレーニングするっていうのがやっぱ一番大事だと思うんで、まあ、そういうところはもう時間が許す限りもうできるだけ多くトレーニングをしてほしいなというふうに思います。僕は全国に出たことあるんですけど、僕も全国優勝を経験したことなくて、もうその大会に来た時はもう練習、自分たちがやってきたことを信じて、あとはもうメンタルですね。もう何試合も続けて行われるので、体力面とかやっぱもう気持ちが切れたチームはどんどん負けると思います。本当にそういうところを切らさないチームが本当に優勝してるかなというふうに思います。田村選手、ヤイ選手、これからもということで、とても緊張したんですけど、やっぱりいい話を聞いたんで、とても身近に感じられて、あとなかなかこう近くでこうプロのタッチとかを見ることができないので、とても貴重な体験になりました。リフティングであったりドリブルリレーの中で、プロの選手の繊細なタッチなどが間近で見れたことが一番自分の中でやっぱ大きかったと思います。地元の期待を背負って戦う水戸ホーリーホック、生徒たちにはそんな選手たちの気持ちが確かに届いたのではないでしょうか。